シークエント計算は、一回実語論理や特殊な、命題論理で広く用いられる、演疫手法である。類似の手法もシークエント計算と呼ぶことがあるので、LK と呼んで区別することがある。また類似の手法も含め、総称して、厳選システムとも呼ばれる。シークエント計算とその概念全般は、証明論や数理論理学において、重要な意味を持つ。以下では、LK について解説する。 シークエント計算では、シークエントの列で証明が記述され、各シークエントは、証明過程で、すでに出現したシークエントに構ずする推論規則を適用することで導出される。シークエント計算、LK は1934年、ゲルハルト・ゲンチェンが自然演機を研究する道具として生み出した。その後、論理導出を行うのに非常に有効であることから、普及した。 LK という名称はドイツ語の老子者カルクルに由来する。ここでは以下のような記法を用いる制約との規則において変更 Y ディスプラスタイル Y はガンマ XA デルタディスプラスタイルガンマイグジスソデルタとガンマ XA デルタディスプラスタイルガンマフォレルソデルタに自由出現を持たない。なお、との規則及び 制約は次を採用しても良い。制約との規則において変更 X ディスプラスタイル X はガンマ、デルタディスプラスタイルガンマ、デルタに自由出現を持たない。上記の規則群は論理規則と構造規則に分けられる。論理規則は規決関係ディスプラスタイルベダッシュの右辺か左辺に新たな論理式を導入する。一方、構造規則は シークエントの構造を操作し、論理式の正確な形を無視する。例外として同一性の行為とカット規則がある。形式化されているものの、これらの規則は古典論理的に直感的に読み解くことができる。例えば、規則を見てみよう。これは、A を含む論理式の列からデルタが証明される場合は常に、A、B という仮定からもデルタが導かれることを示している。同様に、 規則はガンマと A によってデルタが導かれるなら、ガンマのみからデルタが、ままたは A が偽であることが導かれることを意味する。どの規則もこのように解釈可能である。両化子の規則に関する直感的説明として規則を見てみよう。もちろん A、Y、X が真であるという事実だけから XA が成り立つとは一般には結論できない。しかしながら、 変更 Y がどこにも言及されない場合、A、Y、X は任意の Y の値について成り立つとみなすことができる。他の規則も同様に解釈可能である。これら規則を述語論理における正当な同質とみなさず、与えられた論理式について証明を構築するための手順と見ることもできる。この場合、規則を下から上に適用していく。例えば、では、 ガンマとシグマという前提から AB が帰結されることを証明するには、それぞれガンマから A が帰結され、シグマから B が帰結されればよい。ただし、先行条件をどのようにガンマとシグマに分ければよいかは明らかではない。しかし、先行条件が有限であれば、考慮すべき組み合わせも有限である。これは、証明論における組み合わせ的証明操作も示している。すなわち、 A と B の両方を証明することで A、B の証明を構築できる。これらの規則のほとんどはどう証明すれば良いかを示しているが、カット規則だけは異なる。カット規則は論理式 A が規決となり、同時に他の規決の前提にもなる場合、A を除いて論理的規決関係を結合することができることを示している。証明をボトムアップで行う場合、 A を具体的に何にするかという問題が生じる。この問題は、カット除去定理で扱われる、同一性の効率もある意味で特殊である。直感的には A ならば、A であるという自明なことを意味しているに過ぎない。例として、ディスプラスタイルベダッシュすなわち、排中率の同質過程を示す。この同質は、公文的計算の厳密に形式的な構造を強調している。例えば、 上述の右論理規則は常にシークエントの右辺の最初の論理式に適用されている。この厳格な推論は最初はわかりにくいかもしれないが、形式論理における文法と意味の根本的な違いを示している。AA という論理式と AA という論理式は同じ意味だが、形式的な同質過程においては異なるものとして扱われる。しかし、 推論をより簡単にするために補代すなわち何らかの標準的な導出をもたらす事前定義された図式を導入することもある。例えば以下のような変換がある。ガンマ AB、デルタガンマ BA、デルタディスプラスタイル、クフラック、ガンマベダッシュ A ロー B、デルタ、ガンマベダッシュ B ロー A、デルタこの推論を導出する規則適用過程が分かっていれば、これを証明の中で 略記法として使うことができる。しかし、良い補題は、証明を読みやすくするが、かえって複雑化させる場合もあり、その選択は単純ではない。これは特に証明論を使った自動化演疫で重要となる。構造規則にはもう少し説明が必要である。規則の名称は、ウィーカニング、カントラクション、パーミティションであり、日本語で言えばそれぞれ弱化規則、縮約規則、 天地規則である。弱化規則は任意の要素を付け加える。直感的には前提に何かを加えるというのは、証明でもよくあることで自然である。秘訣は要素の論理はとなっているため、どちらかが成り立っていれば良いため、証明されていない式を追加しても成り立つのである。宿約規則と天地規則は、記述順序や同じ式が複数個登場することが問題とならないことを示している。 したがって、列ではなく、集合とみなすことができる。シークエント計算から、構造規則の一部を除いたものを部分構造論理と呼ぶ。この場合、逆に列としての意味を重視する。この規則体系は一回実語論理において健全かつ、完全である。すなわち、ガンマ A、ディスプラスタイルガンマ B ダッシュ A が、蒸気規則群から導出される場合に限って、前提ガンマから命題 A が、 意味論的に導かれる。シークエント計算ではカット除去定理が許される。これを原点のハウトサッツとも呼ぶ。常述の規則群は LK の本質を変えることなく修正可能である。そのような修正を加えた体系も LK と呼ばれる。まず、常述の通り、シークエント群を集合や多重集合と見ることもできる。この場合、天地規則と 宿約規則は陳腐化する。弱化規則は氷を、ガンマ、A、ディスプラスタイルベダッシュ A、デルタという任意のシークエントが導出されるように、修正することで許容される。これは任意のコンテキストで A ならば A であることを意味している。導出の途中に出現する弱化規則は、導出開始直後に実施できるようになる。これは、ボトムアップの証明で特に便利な変形である。これとは別に、 コンテキストを規則内で分ける方法を変更することもある。は、下から上に適用する場合、コンテキストをガンマとシグマにどうにかして分けることになる。宿約規則を下から上に適用すれば、これらが重複しても良いので、常に全コンテキストが両方の分岐に適用されるとしても良い。そうすると、重要なコンテキストを省いてしまう危険がなくなる。不要なコンテキストは、後から、 若干規則を適用することで削除できる。これらの変形を施しても LK とは本質的には違わず、相互に変換が可能である。LK の規則に少しだけ変更を加えることで直感論理の証明体系となる。この場合、直感主義的シークエントになる要制限を加え、推論規則はこの制限が保たれるように修正を加える。例えば、規則には、 以下のような修正を加える。ガンマ、A デルタシグマ、B デルタガンマ、シグマ、AB デルタ、ディスプラスタイル、クフラック、ガンマ、A ベダッシュデルタクッカドシグマ、B ベダッシュデルタ、ガンマ、シグマ、A ロービーベダッシュデルタクワットここで、デルタ、ディスプラスタイルデルタは1個または0個の論理式の列である。このような体系を LJ と呼ぶ。これは、 直感論理においては健全かつ完全な体系であり、LK と同様なカット除去証明が存在する。ありがとうございます。